中国メディアによりますと、福建省で昨日夜、ホテルが入った7階建てのビルが突然倒壊しました。66部屋あるこのホテルは、新型コロナウイルスの感染が拡大する地域から来た人を一時的に隔離する施設に指定されていて、対象者や医療関係者らが宿泊していました。その対象者58人を含めた71人が生き埋めとなり、これまでに子ども1人を含む48人が救出されましたが、そのうち10人が死亡、23人の捜索が続いています。原因については、改装工事が行われていた1階の工事担当者から柱が変形しているとビルのオーナーに連絡があった直後に倒壊したなど、さまざまな報道があり、当局が調査しています。